神を賛美するミリアム。ミリアムは、旧約聖書に登場する女預言者。コハテの、コアムラムとレビの娘、ヨケベドの娘で、モーセとアロンの姉である。イスラエルの民を率いてモーセがエジプトを脱出した時、追いかけてきたファラオの軍勢が後悔に飲み込まれた後で、ミリアムは小太鼓を手に取り、踊りながら歌い従え来る、女たち皆の温度を取って、神を賛美する歌を歌った。 荒野を放浪した民がヘセロトにいたとき、モーセの兄アロンとミリアムはモーセが、クシュ人の女性を妻にしたことを非難する。モーセは反論しなかった。ミリアム、アロン、モーセは、神の臨在の幕屋の前に呼ばれる。雲の柱の形で現れた神はモーセを非難したアロンとミリアムに対して、怒りを表して去っていく。ミリアムは、瞬時にして重い皮膚病にかかり、全身が白くなる。 アロンとミリアムは自分たちの行いをくいる。アロンがモーセに許しを求めたため、ミリアムは神の指し図によって一週間宿営から隔離された後、元の宿営に戻ることができた。ミリアムは、ツインのアラノのカデシュの地で亡くなったという。なお、マリアという女性名は、ミリアムのアラム語読みに由来する。ありがとうございます。